ソマリア。ソマリア連邦共和国、通称ソマリアは、東アフリカのアフリカの角と呼ばれる地域を領域とする国家。エチオピア、ケニアと国境を接し、インド洋とアデン湾に面する。1991年勃発の内戦により国土は分断され、事実上の無政府状態が続いた。後に、エチオピアの軍事支援を受けた暫定政権が発足し、 現在では正式な政府が成立したが、依然として一部地域を他の国家であると主張する政府が統治している。現在の国土は、ソマリア連邦共和国政府が統治する南部と、1998年7月に自治宣言したプントランド、首都ガローへ暫定政権との連邦制に肯定的な北東部、91年に独立宣言した、旧英領のソマリランド共和国、 首都ハルゲーサ、国際的に未承認、東部に分離の動きの北部、2014年に樹立された南西ソマリアに大きく4分割されている。正式名称はソマリ語で、アラビア語で、英語で、通称ソマリア、国民、形容詞とも、ソマリ、日本語の表記はソマリア連邦共和国。ソマリアの公式国名を、 ソマリア民主共和国とする場合が多かったが、これは、モハメド・シアド・バーレ政権下で、ソマリア民主共和国憲法が有効であった、時期の国名である。1991年に、同政権が崩壊し憲法が廃止され、その後の暫定政府は、ソマリア共和国を国名としていたが、全土を実行支配しておらず、公式国名とはみなされていなかった。2012年8月、 暫定政権の統治終了を受けて公式国名がソマリア連邦共和国に解消された。10から14世紀の間にアラビア半島南部から遊牧民のソマリ族が移住してきた。彼らは早くからアラブやペルシャと交易していた。バーレ政権時代の最盛期には社会主義の名の元強力な軍事独裁が敷かれ、治安は比較的安定していた。 しかしながら政権末期には、首都モガディ首相を除く、ほぼすべての地域を掌握できておらず、モガディ首相、またはモガディ首相とあだなされることもあった。1992年に、バーレ大統領は国外追放された。追放後、ソマリアには、中央政府が存在しない状態が続いている。政権崩壊後は、地方豪族による分割支配が進行し、 互いの勢力を攻撃し合うなど、紛争状態が続いている。2000年に誕生した政党暫定政府は、ジブチ共和国の首都ジブチ市に設置されていたが、周辺7カ国で構成する政府間開発機構の仲介で2004年に、新たな暫定連邦政府がケニアのナイロビに発足し、2000年設立の暫定政府を継承した。国内統治を回復できず、その本拠地は、 南西部のバイドアに置かれている。2006年6月、イスラーム法学者、ブラマーたちで運営する、司法組織、イスラム法廷連合、後イスラム法廷会議、UIC が、首都モガディュを制圧、南部一帯を支配。イスラーム主義的な統治を開始すると同時に、付属の警察部隊が、バイドア暫定政府に対し攻勢をかけている。 国際連合安全保障理事会は2006年7月13日議長声明で無政府状態が続いているソマリアに国連平和維持軍の派遣を検討する意向を表明した。12月6日に派遣は決定されたが、その実動前に暫定政府軍がエチオピア軍の支援の下でイスラム法廷会議に攻勢をかけモガディシュを奪取した。 その後もイスラム法廷会議は南部へと配送を続けた。2007年1月1日、暫定政府軍はイスラム法廷会議の最後の拠点だったキスマヨを制圧し、暫定政府軍はソマリランドを除くソマリアのほぼ全土を制圧したことになった。暫定政府は2007年7月に国民和解会議を開催して、国内の核勢力の和解に乗り出す。 2008年12月29日、暫定政府内の対立から、ユスフ大統領が辞任する。2009年1月31日、ジブチにおいて開催されたソマリア国会で、大統領選挙が行われ、イスラーム法廷会議の流れを組む、アルスの指導者で恩賢派の、シェフ・シャリーフ・シェフ・アフマドシン大統領に選出された。アフメドシン大統領は二月二十日には、オマル・アブディラシット、 アリー・シェルマルケを首相に任命し、新政権を発足させた。2009年4月18日、暫定議会は、全会一致でイスラム法の導入を決定した。2009年6月18日、反政府軍への相当作戦を指揮していた、オマルハシアデン国家安全保障省が自爆テロにより、暗殺される。さらに、同月22日、暫定政府軍に対して、攻勢を強める。 イスラム急進派シャバーブの部隊に大統領官邸が包囲される事態となり、アフマド大統領はソマリア全土に非常事態を宣言するとともに、ケニアやエチオピアなど周辺国に対して軍事介入を求めた。2010年9月21日、暫定政府のシェルマルケ首相は治安対策の失敗の責任を取り辞任した。背後にはイスラム教皇派、アルシャバブなど、 武装勢力の構成が強なる中で政府運営をめぐるアハメド暫定大統領との確執があると推測されている。こうした中人口約800万人の40%以上に当たる約320万人が人道援助に依拠し、約140万人が国内避難民、約59万人が近隣諸国に難民として生活している。2012年8月20日に 暫定政府は予定していた、統治期間を終了。9月10日に、大統領選挙を実施し、ハッサン・シェイク・モハムドが選出された。世界汚職国家ランキングでは、ソマリアと北朝鮮とアフガニスタンが最悪という、評価を受けている。以前からソマリランドとプントランドが面するアデン湾は、海賊行為の多発海域である。国際商業会議所、ICC 国際会事局。 任務の調査によれば2001年にインド洋側でも海賊による襲撃が報告れるようになり2005年に至って多発しインドネシア周辺海域に次いで海賊行為が多い海域として急浮上した以来2007年まで上位を海域に位置づけられ沿岸から再延で390海里まで達するソマリア拠点の海賊によって アデン湾も含むソマリア周辺海域は、船舶航行にとって、非常に危険なものとなっている。ソマリアはイスラムを基礎とする国家であり、サウジ、イエメン、イラン、アフガニスタンなどと、同様ブラジャーを着用した女性に対し、公開無知打ちが執行されていた。強盗犯に、男子系を執行した事例もある。9歳くらいでも婚約が認められる。首都モガディ氏は、 バナディール州の州都でもある。他の主要都市ハルゲーサ、ベルベラ、キスマヨ、マルカなどがあるが、一部の都市はソマリーランドの統治下にある。沿岸部は高温多湿だが、内陸は砂漠である。アデン湾に沿って、グバンと呼ばれる幅2から1 2トルの海岸平野がある。北部に最高地点のシンビリス山、標高2 4 1 6ルがある。高雨量は、 極めて少なく、エチオピア高原から、インド洋沿岸のキスマユへ流れるジュバ川、同じくモガディシュへ至るシェベリ川以外に四季を通して、水の流れる川はない。内戦で、経済は壊滅、崩壊状態である。世界最貧国の一つで、平和基金会が発表した、失敗国家ランキングでは2008年から2013年まで6年連続で、第1位にランク付けされており、 国際的に承認された政府が21年ぶりに発足したにもかかわらず2014年2015年も2位に位置づけられた。2013年度のイギリス情報誌のエコノミスト治安、ランキングワースト10では第2位。また、内戦で大量の難民が発生しており、各国からの援助が頼りの状態である。主要輸出品はバナナ、家畜、比較。主要輸入品は 原油、石油製品、食料品、機械類など、地下に、石油、防気サイトなどを含有する地層が存在するが、未開発である。通貨は、ソマリアシリング、SOS。アメリカの評論誌、フォーリンポリシーによれば、2007年調査時点で世界で、最も価値の低い通貨トップ5の一つ。為替レートは1ドルイコール1387.77。 ソマリアシリング。現在国内ではドルやユーロ、サウジアラビアリアルなどが主に流通している。主産業はバナナを中心とする農業、ラクダ、飼育数世界一位、羊、ヤギなどの畜産業。畜産業の経済に占める比率は GDP の40%、輸出収入の65%に達する。農産品の加工を軸とした小規模な傾業は GDP の10%に達する。皮肉なことに、最近では一隻あたり100万ドルと言われる、海賊業も主要な外科獲特源になっている。ソマリアでは、多数の市営新聞、ラジオ、テレビ局が、この10年間で急速に発達し、モガディッシュでは2つのテレビ局が熾烈な競争を、行っている、市営ラジオ局や新聞と共にほぼ全ての、主要都市にありする。 大きなメディア企業としては、画廊へオンライン参加のなどの名が挙げられる。ソマリアにおけるインターネットの利用は2000年から2007年までの間に44,900%増加し、アフリカで最も高い成長を記録した。ソマリアの情報技術会社は近年50万人以上のインターネット利用者を市場として競っている。22の インターネットサービスプロバイダーが設立されており、ネオ平均15.6%で成長する234のネットカフェが存在する。衛星サービスによるインターネットも、また、特にダイヤルアップやワイヤレスインターネットサービスが存在しない、遠隔地や都市に存在している。国際連合や NGO、特に送金を行う金融機関、ネットカフェが主な顧客である。 近年ではヨーロッパやアジアのテレポートと結ばれている300以上の衛星ターミナルが国内各地で利用可能ある。この種のサービスは年平均10から15%の安定成長を見せている。ソマリアはアフリカ大陸で最も整備された遠距離通信システムが存在し、ホーマテレコムのような複数の企業が明示なサービスを提供しており、国際長距離電話も 月額約 10US ドルである。ソマリアのダイアルアップインターネット回線はアフリカで最も急速に成長しており、地上回線が年平均12.5%以上の成長を遂げ、略奪による深刻な衰退と動線ケーブルのコストが国際市場での高騰を経験しているアフリカの角、及び東アフリカ地域との他の諸国と比較しても大きな発達を遂げた。 地上海戦の設置に必要な待機期間は、隣国のケニアでは、年単位で長期間待たされる一方、ソマリアでは3日間である。ただし、これらは、軍有拡挙の状態により、通信事業に関する免許といった、中央政府による許認可が事実上存在しないことが、大きい。暫定政府の総兵力は5000人。2002年の国防予算は1、500万米ドル。 国内の武装勢力がそれぞれ兵員を保持。2013年現在、国内に鉄道の存在は確認されていない。植民地時代には、モンガディシオビラブルッチ鉄道が存在したが、独立前に廃線となっている。その後、バーレー政権時代に鉄道再建が計画されたがこれは内戦で実現しなかった。現在、ソマリアには、 ダール航空とジュッパ航空の二つの航空会社が存在すると言われている。また1991年のソマリア内戦により運航停止となったフラッグキャリアのソマリ航空も2012年より運航会の準備が始まり2013年12月に機材導入予定である。ソマリアはおよそ983万2 0 7人の人口を有し85%が ソマリ人、ハウィエ、イサック、ダロット、ラハンウェイン、一茶族である。その他の15%は、エチオピア人、インド人、パキスタン人、ペルシャ人、イタリア人、イギリス人などとなっている。1990年代初頭の内戦により、ディアスポラ、ソマリ人ディアスポラの数が著しく増大することとなった。この際は、国内でも最も教育水準の高い。 ソマリ人が退居中東やヨーロッパ、北、アメリカなどに逃れた。ソマリアの都市化に関して信頼性の高い統計情報はほとんど存在しない。しかしながら、荒い推計によれば、ソマリアの都市化率は年間5%から8%とみなすことができ、多くの町が急速に都市に成長している。現在のところ人口の34%が町や都市に居住しており、 この割合は急速に増加している。公用語はソマリ語とアラビア語。ソマリ語はソマリ人の国語であり、少数のマイノリティとも同様に、ほぼ全てのソマリ人によって事実上全土で使用され、政府機関やエリート層では、欧米系言語が主流である、サブサハラアフリカ諸国の国の中では、例外的にエチオピアのアムハラ語やタンザニアのスワヒリ語とともに、 日曜米系言語のソマリ語が共通語、作業言語として広く機能している国である。少数派言語は存在し、ソマリア中南部でラハンウェイン氏族によって話されるが挙げられる。なお、ラハンウェイン氏族が話すのは、マイテレー、マイターという方言という説もある。様々なスワヒリ語もまた沿岸部一帯でアラブ人によって話され、バントゥコもまた話される。 多くのソマリ人はアラブのメディアや宗教教育の遠大な影響によるアラブ世界との緊密な結びつきのためアラビア語を話す。英語も給食民地イギリス領ソマリランドであった現ソマリランド広く用いられ教えられている。イタリア語はかつて主要言語だったが現在では内戦と教育の欠如により流暢に話せるのは老人世代に限られる。 イスラム教が国教であり、国民の95%がムスリムである。ムスリムのうち98%はスンナ派である。その他の宗教が5%である。キリスト教の影響は1970年代に、教会運営の学校が閉鎖され、宣教師が帰国すると著しく減少した。1989年からは、国内のカトリック大聖堂でも大司教ら聖職者が一人も、おらず、 モガディシュの大聖堂は内戦中の1992年1月から2月にかけて深刻な打撃を受けた。ソマリアの憲法はイスラーム以外の宗教の普及と伝達を妨げている。この措置は多くがキリスト教徒、特にアムハラ人とその他のエチオピア人か土着の信仰を報ずる近隣のアフリカ諸国からソマリアとの距離を広げている。 1991年の中央政府の崩壊により、教育システムは、市営となっている。初等学校は、内戦前600校だったものが2005年には1172校に、達し、2005年までの3年間で、初等学校の入学者は28%増加し、2006年には、北東部のプントランド自治地域は、ソマリランド地域に続いて、ソマリアで2番目に、 無償の初等教育を導入した地域となり、今や教員は、給与を、プントランド政府から受け取っている。ベナディール大学、ソマリア国立大学、モガディシオ大学、キスマヨ大学、ゲド大学など、ソマリアの八つの大学のうちの機能をしている五つが、ソマリア南部に存在し、高等教育を提供している。2001年の推計によれば、 15歳以上の国民の識字率は37.8%、男性49.7%、女性25.8%である。ソマリアはアフリカ全土において極めて HIV 感染率の低い国家の一つである。これはソマリ社会のムスリムの性質とソマリ人のイスラーム的モラルの個種によると考えられている。1987年、 観測者年度に推定された、ソマリアの HIV 感染率は成人の1%だったが、2007年になされた推定では内戦にもかかわらず、成人人口の0.5%に過ぎない。一方、政府がまともに機能していない。以上、当然のことながら医療制度は崩壊状態にあり、ほとんどの国民はまともな医療を受けられない状態にある。 長年にわたり国境なき医師団が活動していたが、職員の殺害、誘拐が相次いでいる。ソマリア国内の核勢力が保護どころか積極的に医師団を攻撃対象にしてきたことも重なり、2013年、国境なき医師団はソマリアからの撤退を決定、22年間の活動に幕を下ろした。ソマリ人は伝統的には結婚しても改正しない。 夫婦別姓。一方、西洋系社会の家庭では、妻は夫の姓を用いる。女子活例が現在でも行われている。ソマリア料理は地域ごとに様々な変化があり、多様な調理法を包括する。ソマリ料理を結びつける一つの作法は、ハラールの存在である。それゆえ、豚肉料理やアルコールは出されておらず、勝手に死んだものは食べられず、血は含まれない。 ソマリ人は夕食を午後6時以降に食べる。ラマダアンの間はタラウィーの祈りの後の時に夜の11時以降に夕食が出される。キャンロはソマリアの最もポピュラーな料理の一つであり、国中を通して夕食として享受されている。料理はよく料理された小豆とバターと砂糖が混ぜられる。ディジアと呼ばれる豆はレンジの上に弱火で5時間以上放置され、 大変美味である。ベレス、ベート、ボスト、パスタは一般的な食材だが季節によって独特のフレーバーと多くのスパイスが加えられる。ソマリアは多くの文学作品を前世紀のソマリアの知識人によるイスラーム史やハデイスを通して生み出してきた。現在も交渉史が盛んであり、詩人の国とも称される。年のラテン文字の採用後には、 数年間で多くのソマリー人作家が本を出版し、それらは広範な成功を達成した。ヌルディン・ファラーはそのような人物のうちの一人である。ムキダシュの針、1976や、フロムエー、クルーカドリブ、リンクスのような小説は重要な文学的、偉業だとみなされ、それらは彼の1998年のノイュタット、国際文学賞受賞作品となった。 その他の現代の文学者には、アリジ・マール・アハメットの名が挙げられる。ソマリアはほぼ全く単一のエスニックグループ、ソマリ人で構成されている数少ないアフリカの国家である。伝統的なやのようなバンドは国外にも少数の支持者を得ている。その他には、ソマリの伝統的な音楽を、ロック、ボサノバ、ヒップ・ホップ、ジャズの影響を受けて融合させた。 大規模なソマリ人のコミュニティが存在するトロントは不安定なモガディシュからソマリ音楽産業の中心となり変わっておりソマリ人のコミュニティはまたロンドン、ミネアポリス、コロンバスにも存在するソマリ人さんから生まれたポピュラー音楽家の一人にトロント出身のラッパーケイナーンがおり彼の歌は内戦勃発以降のソマリアの生活の苦闘を語りかけている 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。